博多の、うん、要するにライブハウスなの、うん、そこにいろんな人たちが出会い、その中の一個だったのね、海援隊っていうのが、うん、それで博多では人気があったんだよ。そうそう、そこそこそこが東京を目指すんだ、みんなやっぱり一応。そう、哲也たちのその例えばその昭和チューリップはみんな誰が一番最初東京来たの？チューリップ、チューリップは先に来た、うん、財津くんたちが行って、そしたら海援隊もおのずと次は俺たち行くとかもう感じ、財津にできたことが俺にできるわけが、あのできないわけがな い, ない、恐ろしいですね、若さっていうのはできないのに財津にできた、なんで俺にできんとや、うん、同じ博多バカだね本当にモーツァルトにあの向かっていった酒場のあのピアノ弾きみたいなもんですよ今考えればでその後すぐもうあの陽水さんがリンクしたでしょ、はい、絡んできたでしょ、陽水さんがついこの間昭和で歌ってた歌なんです、それを俺たちは罵倒したんです、あれ傘がない、うん、であの人の歌はみんな裏寂しいじゃないですか、都会では、うん、とか自殺する傘がないとか、うん、父の湯飲み茶碗は湯飲み茶碗が出てくるからね、かけているとかなんか歌うんですけど、そうなんだよ、かけてるんだよね、うん、それからなんか、うん、飛べよ紙飛行、紙飛行機だって、アナかジャルの歌歌えよお前ってなんか私も大好きであります、唇を噛みしめて、人が呼び寄るね、人が呼び寄るね。
まるごとそれぞれの道なんよ。人が生きとるね、人がここで生きとるね、人が住むよね、人がここにおるよね。食べたその日から味の虜に虜になりました。はっほっ、うまさが一番カップスター。
その日から味の虜に虜になりました。
してる望みをなくしたポコンで今晩誰かの車が来る闇に車るまとるだけ Oh Angelina 君はバレリーナニューヨークから流れてきた寂しげなエンジェル今夜も愛を探して過ぎて君を詰め曇ったカラスを指で拭いお前の夜に話しかければ街のため息も色あせて一人ぼっち雨の中ずっと迷ってしまいそうな時二人でいれば大丈夫だぜ Oh Angelina 君はバレリーナニューヨークから流れてる寂しげな私の人生は
か。